横浜天理教館とは横浜市西区にある天理教の施設である。超高層ビルとしての名称は横浜天理ビル。運営は東京天理教館。横浜駅西口、横浜米シエラトンホテルタワーズ隣に立地する。1972年12月に竣工し、翌1973年に開業。横浜市内では初めての高さ100メートルを超える。 超高層ビルであり、横浜駅西口のランドマーク的存在である。神奈川県内で初めての特定外区事業となった。当ビル前は高速バスの停留所として使用されて、北が近年の貸切バス需要の増加により交通渋滞が悪化していた。これらの対策として、2017年7月24日より、貸切バス乗降場が野村証券前に移転し、 また、当ビル前は、横浜駅西口第3バスのリバが設置された。正面の道路の反対側には、岩崎学園ビルがある。などなど5階は、医療フロアとなっている。コンクリートポンプによる、軽量コンクリートの高さ102メートルの高所への、施行報告。その1、工事記録、学術研究発表開講外周。構造系、社団法人日本建築学会。 1973年3月23日、ありがとうございます。